Team Deathmatch。 やあ、刹那圭介だよ。今回はこのゲーム BO2 の実況をしていくよ。よろしくね。ステージはまあ見たら分かる通りエクスプレス、まあ電車が走るところですな。ちらっと見よう。あかーん、スナイパーです。スナイパーではなかったスナイパーじゃなかった。ライトマシンガンか。まあ、こういう時もあるさ。誰か一人ぐらい出てくるだろうなって思って、おっ逃がした。あかんな。ここは突っ込んで、ここを覗いて、はいって。おお、味方やるやん。やるやん。スナイ、え、で、ショットガンでこう、かいくぐってきての。イェーイ、もう一人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 。わあ、まあ、3人目。すごいことになってる。玉切れ、ちょっと玉切れ、待ってね、玉切れね。玉切れね。玉切れね。待ってって言ったでしょ。あ、やべ、やってまた。5キルに出てたって。あ、UAV 稼いでる。早いな。今回 UAV 早いぜ。いいぜ、いいぜ、いいぞ。こっちおるよ。こっちおるよ。出てくるよ、こっち。出てくると思うよ。成功、入ってくる。正解、正解です。冴えてる。あっ、オッケーオッケー、いいよ、味方いいよ。当分敵が敵と合わんと思うんで、ちょっと今のうちに装備の説明と思ったんですけど、では言いました。いや言いました、ダメだ。装備の説明なんですけど、今俺が使っているクラスはこの通り、スカー、アサルトライフルのスカー、ああ説明してるんだからやめてくれと、サブに、サブにつうかメインでもう一つショットガンも持ってるんですよ。4点バーストのやつね。 M12 なんだったっけ。まあ右の右下に書いてある通り、翔ちゃん自滅アシストになってる。なんか自滅アシストになってる。知らんけど、とりあえず1球取って死んだ。ちょっと重いな。おっとっと、ショットガンとアサルトライフルを両方持ったっていうオーバーキル装備ですな。利点としてはショットガンがどうしても強いっていう場所あるじゃないですか。狭いね、こういう廊下やね。ここはショットガンで戦うけど、それ以外はアサルトライフルっていう綺麗に分け役割を分ける感じですね。そうすれば大体のところで適応できる感じですかね。あっ、一キルだけか。弾が手に取ったら残りの3人も潰せとったな。惜しいことした。てか溜まりすぎだろあいつら。敵よ、マイクを変えたらなんか BGM か BGM っていうか音声がちょっと綺麗に聞こえてくるわけです。897です。まだまだこれから、これからいつもだったらもっと取れるんですけどね。あ、やっぱ喋りながらだったら幾分かちょっとあれですよ。ここは入っていきましょう。こういう狭いところでショットガンぶっ放したらもう勝ちも同然なんですよ。だからも難しいところはね、アサルトライフルとショットガンどこでどうか切り替えていくかっていうか、また難しいところ。よっしゃー、いいぞ、仕掛けとこう。味方味方味方、やられてるぞ、味方やられてるぞ。オッケー、てかやられとるぞって、そんなにやられてなかったな。おらんな、オッケー、行ってみましょう。こっちは、いない。味方が一人やられた。イエス、これですよ。この狭いところで戦われるときにはショットガンはめっちゃ強い。そういう意味です、オール。スナイパーライフルだ。あ、びっくりした。こんなところおるなよ。怖いわ。後ろからショットガン来た。こういうときはちょっと離れて、こんな、こっちには来んかったな。来るか？まだ来るか？お、なんか来た、なんか来た、なんか来た。みんなで行けば怖くない。みんなで行けば怖くない。怖くなく。あー、2人目。昨日2回目の UAV です。張ってるね、両チーム。1299です。トップです。みんな頑張れよ。俺頑張りよんぞ。おっしゃ、UAV のアシスト来た。いいぞ、いいぞ。このまま、このまま。先おるけど、まあ、俺は突っ走る、突っ走れ、突っ走れ。突っ走れ。誰もおらんのかい。レーダー映っとったぞ。レーダー映っとったのにな。出ていったんか。怖いけど勝てるんですね。おっほっほ。
味方が死んだけん、なんとも言えんけどな。どうしようかな。ここら辺で覗きながら、よし、こっち降りてで。出てきたやつを片っ端に潰す作戦。よし、アシスト。キルはできんかったけど、なんとかなったな。自分のキルではなかったけど。よっしゃ、こっち行こう。並んどる、並んどる。よっしゃ、ここが勝負どころ、勝負どころ。ここで、チラッと見てみて。死んどんかい。死んどんかい。撃った頃には死んでいるが多いな。よっしゃー。ショットガンやけど、エイムしながら撃ったら結構届く。これがこいつのいいところ、M12T6 って読むかな。あっと、ここら辺はアサルトライフルやね。ここからこう顔出して撃つ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 。ちょっと時間がかかったけど倒した。 OK、 いけるいける。このままこのまま、このちょっと長いところはアサルトライフル。しかし誰もいないんで、ショットガンに切り替えてこの廊下を突っ走る。誰がおったら撃つ。これでよしって、味方やった。味方やった。あー、変な拾った、変な拾った、変な拾った。俺のショットガン返してくれ、俺のショットガン返してくれ。あー、あ、いけたわ。案外いけたわ。で、元のショットガンに戻して、突っ走れ、突っ走れ。おっ、あ、おらんの、おらんのか。あれ、よっしゃー。これちょっと、すれ違い気味になったらもう勝ちと思ったらいいよ。このショットガン勝ったら。この廊下で叩く、あっ、あかん、この、この通りや。ショットガンやけんね。この廊下で戦ったら、ショットガンはもう、神と言っていいぐらい、それぐらい強いよ。この辺で待つか、あかん。こう浮かせた。あー、負けだ。あかん。いい感じなんやけどな。この17キル12ですって、みんな頑張れよ。いい戦いだった。いい戦いだったけど、勝てはせんかったな。俺活躍してるだろ？読みたら2位とスコア、いや、300なんぼ差があったんやけど。これだよ。俺のオーバーキル装備の実力。はい。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。See you again!